オットセイ保護条約は、1911年に、日本が締結した、オットセイ及びラッコの保護に関する条約。動物保護に関しては、早々期の条約である。18世紀、ビトゥスベーリングのアラスカ探検に同行した、博物学者、ゲオルグ・ビル・ヘルム・シュテラーは、欧州に、ラッコの毛皮などを持ち帰り紹介した。やがてラッコの毛皮は、緻密でしなやかな点が、 評判になり、1872年から、千島列島一帯に、一角千金を狙った捕獲者の船が出没し、乱獲が始まった。日本も1873年以降、狩猟に加わるようになり、明治時代初頭の国内でもラッコの毛皮が、ブームになったという。このため19世紀中頃には、20万とも30万頭とも、推測された。 生息数は瞬く前に減少し、絶滅寸前の状態となった。密漁者であった H.J. スノーは、1885年に70から80頭しか、捕獲できなくなったことを記している。同時期に生息域が重複するオットセイも、毛皮の他漢方薬の原料として流通したため、激減。生息域の周辺諸国である、ロシア帝国、日本。 アメリカ合衆国、カナダの4カ国は1911年に国際条約を締結し、乱獲に歯止めをかける措置を講じるに至った。条約は15年の次元条約であり、それ以降は1年前に通告することで破棄できることとされていた。日本はその改定を望んだが、主にアメリカ合衆国の反対により改定の協議は行われなかった。 第二次世界大戦直前の1940年10月23日に日本が条約の破棄と新協定の骨子を通告したものの新協定の締結を見ることなく1941年10月22日をもって執行した。しかしオットセイやラッコの保護は各国の国内法及び二国間の条約などで継続された。1957年には オットセイ保護条約を間接的に引き継ぐ形で持続的な生産と保護を目的に来た太平洋のオットセイの保存に関する暫定条約が休暇盟国により締結された。その後、改正哺乳類に限らず国際的に生態系の保護が積極的に図られるようになったことから1984年に同条約も歴史的使命を終えて執行している。 ありがとうございます。